光って物静かでかっこいいな。クールビューティー。小さな国の小さな村に伝わる夏の夜の星祭り。緊張せずにできるかな。レッスンレッスン、楽しいな。まだまだ、体動かし足りないよ。今日もみんなきらめいてる。骨盤を意識してのピルエット。おかえり、カレン。洗濯物、畳んでおいたからちゃんとしまってね。カレンと一緒の舞台に立てるのは嬉しい。はい、カレンちゃんのレッスン着、ほつれ直しておいたから。舞台で待ってる。水分補給は大事だよね。みんなにもお水渡してこよう。今日も汗だくだ。よし、お風呂、お風呂。はい、洗濯物、畳んでおいたからちゃんとしまってね。真昼さん、私たちのことをとっても心配してくださるんです。カレン、ひかりちゃん、台本の読み合わせしようよ。ヒルがリンゴをたくさんプレゼントしてくれたんだ。今日のおすすめランチはモコモコだって。え、モコモコ。そう、マヒルちゃん、それレッスンレッスン、楽しいな。英語？イギリスにいたから当然聞きたい。変な人。
片付けは苦手。観客が望んでいるの、私たちの舞台を。おかえり、カレン。はい、カレンちゃんのレッスン着、ほつれ直しておいたから。みんな仲良しだけど、ルームメイトは特別な絆ができるよね。とても情熱的な方ですね。ここにあった台本、どこ？ひかりちゃん、お掃除のお手伝いどうもありがとう。チョコ欲しい。カカオ強めで。週末は天気が崩れちゃうみたい。お洗濯を済ませておかなきゃ。今日は調子が良かったかも。バナナの差し入れのバナナマフィン、美味しいね。はい、洗濯物畳んでおいたからちゃんとしまってね。今日もみんなきらめいてる。マヒルさん、私たちのことをとっても心配してくださるんです。はい、洗濯物畳んでおいたからちゃんとしまってね。静かでかっこいいな。クールビューティ
レンちゃんのレッスン着、ほつれ直しておいたから。今日は調子が良かったかも。来年もまたそこで会おう。カレンちゃんが授業中に起きてる。レッスンレッスン、楽しいな。洗濯物、畳んでおいたからちゃんとしまってね。珍しい、さくらさんがうたた寝されてます。今日のおすすめランチはモコモコだってですね。え、モコモコ、そう、まひるちゃん、それカレン、ひかりちゃん、台本の読み合わせしようよ。そんなに見られると緊張するよ。僕、元の世界にとっても大切な人がいるんだ。さくらさんもジミニさんも本当に立派な方なんですよ。カレンと一緒の舞台に立てるのは嬉しい。僕といつも一緒なのがラリー。馬だけど大切な相棒なんだ。まだまだできないことはたくさんあるけど、いっぱい練習して、いつかきっと。来年もまた、ここで会おう。骨盤を意識しての、物静かでかっこいいな。クールビューティー。要所のスターライトの戯曲本、あの子は簡単ドスってスラスラ読んでた。本番前は未だに落ち着かないけど、聖少祭は特に、ああ、ドキドキする。レッスンレッスン、楽しいな。
結末の違うスターライト、私も演じるのワクワクしてるよ。あ、光さん光さん呼んでみただけでした。カレンと一緒の舞台に立てるのは緊張せずにできるかな。嬉しい。カレン、ひかりちゃん、台本の読み合わせしようよ。さくらさんとエリカさんと一緒に過ごせるなんて嬉しい。このお芋ってまひるさんの名前がついてるんですか。すごい。私がいなくなってみんなが寂しがってないか心配だな。ご飯の時もお風呂の時も頭の中がスターライトでいっぱい。はい、洗濯物畳んでおいたからちゃんとしまってね。ちゃんのレッスン着、ほつれ直しておいたから。まだまだできないことはたくさんあるけど、あ、いっぱい練習して、いつかきっと呼んでみただけでした。どんな失敗をしてもカレンさんは明るく笑ってくださるんですよ。女神たちの衣装、みんなでペアルックみたいでちょっと楽しくなっちゃった。神様がみんな大国主みたいに心優しければいいのにな。太陽の光を受けて輝く小道具が欲しい。例えば鏡。
このお芋って真昼さんの名前がついてるんですか。すごい。あの時だからこそ折り目正しくしなくて。にゃにゃん、黒猫のワルツですよ。どんなに訓練を重ねても後部に乗れないのは不安だわ。ここのステップなんかうまくいかない。後で動画で確認。その歌はどうしようもなく私たちを駆り立てる。チョコ欲しい。この世界でのジャガイモは真昼芋と呼ばれているんですか。アマテラスが初めて登場するシーン。マヒルさん、私たちのことをとっても心配してくださるんです。ストレッチストレッチ、私が先に背中を押すから。このステップがうまくできなくて足が引っかかりそう。ひかりちゃん、台本の読み合わせしようよ。バナナの差し入れのバナナマフィン、美味しいね。どんなに訓練を重ねても後部に乗れないのは不安だわ。
珍しい。さくらさんがうたた寝されてます。ですね。英語？イギリスにいたから当然聞きたい。変な人。こんな時だからこそ折り目正しくしなくては。骨盤を意識してのピレットを今皆さんが授業を受けている間にマヒルさんの名前がついてるんですか？おきましょう。すごい。アマテラスが初めて登場するシーン、後ろからももっとスポットライトを当ててほしい。太陽の光を受けて輝く小道具が欲しい。例えば鏡。さくらさんもジェミニさんも本当に立派な方なんですよ。カレン、ひかりちゃん、台本の読み合わせしようよ。